こんにちは、全活の領土です。前回の動画で絵本を届ける運動の段ボールですね、発送する動画をシャンティの国際ボランティア会の事務所で行いましたけど、今日は実際に絵本にシールを貼るというのをですね、リラックス座禅の会員さんと一緒に行いたいと思います。こちらのケイズスタジオからお送りしております。それではよろしくお願いします。はい、今回使用する絵本はこちら。大きくなるっていうことは、絵本の作り方としてシールの切り方などが書かれた紙と、そして実際にシールはこのようになっていて、どこのページのどこの言葉に貼るのかが一つ一つ丁寧に書かれています。シャンティ国際ボランティア会の YouTube で現地の様子を見ることができます。絵本が当たり前のように読むことができる日本ですが、実際に海外では絵本がどれだけ重宝されているのかということを知ることができます。こうして一緒に会員さんと YouTube を見た後に絵本のシール貼りを行いました。なんか今日このジンバルの反応悪いね。はい、ということで絵本のシール貼り完成です。で、今回は大きくなるっていうことはという絵本で、だいたい一冊作るのに30分か40分ぐらいですかね。まあでも本当に丁寧に丁寧に1ページずつ、1枚ずつ気持ちを込めてですね、貼らせていただきました。こちらの絵本はシャンティ国際ボランティア会のホームページから1冊2500円で購入することができます。また絵本の種類であったり、そのどこに届けるかというのも選ぶことができますので、ぜひホームページからご興味ある方は購入して実際に行っていただけたらと思います。それでは今回ですね、こちらの絵本を届ける運動の実際の絵本にシールを貼るというのをご紹介させていただきました。この動画が面白かったと思うことですね、チャンネル登録、高評価ボタン、またコメント等いただけたら嬉しいです。それではご視聴いただきましてありがとうございました。